さて今日も遊んでいきましょう。ヴァンパイアサバイバーズ。今回はですね、特にアップデートとかは来てないんで、今こそもう散々ずっと前から言ってきました隠しキャラ、それを解放しよっかってことで、先に情報は喋りました。コマンドを打つんですよ、隠しコマンド。このタイトル画面でまず SPAM スパムと、スパムと打ってエンター。そしてこのキャラクターを選択する画面でもう一回スパム、スパムと打ってエンター2回。はい。で、ここでもスパムと打ってエンター2回。そして始まったら HUMBUG ハンバグと打ってエンターを打つ。あ、鳴ってる。聞こえづらかったけど、今鳴ってたよね。もう多分これでいいんだよ。戻ります。オプションで戻る。そしてキャラクターの画面にいるはず、隠しキャラ、これが最後のこちら、幽霊スミス。はい、このキャラが僕が撮っていなかったヴァンパイアサバイバーズ最後の隠しキャラです。はい、まあでもかなり前なんだけどね、この子が実装されてたのは。はい、この子最初からね、破壊者持ってます。だからだいぶ強いじゃんと思いきや、ライフ上限7、めちゃくちゃ弱い。で、確かトースティ君はライフ上限1。だから、まあ、トースティ君に比べれば、まあ、強いんですよね。で、移動速度プラス 20%、威力マイナス10。マイナス補正結構ついてんだよね。だからかなり弱いじゃんって思うけど、キャラ説明文のところにも書いてないんだけど、実はこのキャラって、レベルアップすることに、回復がプラス 0.01。そして威力、エリア、武器速度、持続時間がプラス 0.7%、 そしてクールダウンがマイナス 0.25%、 そして運気がプラス 1%。 運気はもともと 100% でかなりいいよね。で、それも運気もレベルアップするごとに 1% ずつ増えていくと。だからこのキャラね、実は最強キャラとも言われているらしいんだよ。じゃあやっていこっか。パワーアップつけます。はい、パワーアップしてきました。パワーアップしてもライフ上限9。あ、弱い。ちなみにトースティ君は1だったよね。かなり弱かった。X ダッシュ君は普通に100あったんだよな。じゃあ、行きますかね。てか、これで最後か。今んところ出てる、ヴァンパイアサバイバーズのキャラは、これが全部です。いやー、よくやってきたなーって感じするよね。で、今回はね、呪いつけました。そう、このキャラ最強と言われているんであれば、試してみたい。どうしよっかなー。いやー、ボーンゾーンね、試したい気持ちもあるけど、せっかくさ、運気めっちゃいいじゃん。だからさ、このステージってもう、アイテム落ちてないのが、なんかもったいないなと思っちゃって、どうしよっかな。最近やってなかった気がするから、狂乱の森行ってみようか。オッケー。じゃあ、狂乱の森で、最弱かと思いきや最強キャラの、スミスくん。行ってみましょう。アルカナ付きで、ハイパーモードです。どうしよう。破壊者持ってるもんね。ちなみにジェミニを入れたら、ハトをつくのかな？行ってみます。つくわ。オッケー。いいんじゃない？じゃ、まずはジェミニで武器数増やすと。で、一発食らったら終わり。なんだよな、今の状態だと。だから月桂樹欲しいんだよ。他に必要な武器。どうしようかな。そう、無知で、その敵を、近くに来た敵をノックバックするのもいいなーって思うけど、そのブラッディティアにその進化して、回復とかつけても、結局ライフ上限低いじゃん。だからそんなに意味ない気がしちゃって、ってなってもさ、どれがいいって感じじゃん。あ、どうしよう。いや、なんかしっくり来ないからリロールするわ。リロール。はい。月桂樹。これは、取っとこう。でさ、かなり大変なことになりそうだから、呪いつけてるし。そう、商人行くわ。商人の、どれ行こうかな。桜爆弾か、骨。彼の、ちょっと気になるけどね。だって、レベル上がってったら、エリアも伸びて、おっきいこの、ね、トロッコが見れるのちょっと面白いんだけど、いや、結局、桜爆弾か、骨か。あ、いや、ラロッパにしていい？これ好きだな。上から家具落ちてくるやつ。これがエリア増えていくとどんな感じになるか。買っちゃった。オッケー。危ねえ、今食らった。
ソングオブマナー強いよな。守るか。月桂樹あるでしょ。クロックランセットを取るかどうか迷う。結構ガチな構成にしていきたい。うん、まあソングオブマナーがあればとりあえず自分の身の回りは大丈夫でしょ。でさらに呪いを取るかどうかで迷ってんだよ。うん、っていうかさ、このスミス君のさ、月桂樹のこのシールド可愛くない？なんかちょっと尻尾が生えてるような、うん、自分の形になってんだな、可愛い。さてどうしよっかな。でマップにさ、その呪いがあるんだよな、今世紀は。まあだから取るとしても最後の方でいいかな。呪いをガン上げしてみたいな。聖なる風ちょっと面白いけど、いや使わないかな、これ走り続けないと意味ないもんね。バニッシュとかしてこっかな。ナイフいらないわ。はい、さてどん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 レベルを上げていきたい。危ない危ない。あのとりあえず序盤の方で月桂樹が手に入ったのはでかい。だからあの矢印、危ねえ、マップに落ちてる矢印、赤矢印2つを拾って、進化クリムゾンシュラウドだっけにはしていきたいかなと思ってる。ルントレは強いけども、いや破壊、とりあえず破壊者、うん、レベルを上げて。いやそう、赤鳩と青鳩も来てくるってのはさ、かなりでかいよ。でもその宝箱は取っちゃってもいいから、取っていこう。狂乱の森、一番最初のステージだけど、やっぱり呪いを最初から 50% 上げてるとこうなるか。面白い、やりごたえがある。月桂樹いきましょう。そしてソングオブマナ、うん、斧を進化させんのもありかなとも思うけどね。ラロッパ、結構ねこのラロッパに期待してるわ。これのエリアをガン上げしたら結構面白くなりそう。ってことで普通にサポートアイテムのエリアも欲しいな。いや最初から破壊者ついてるのでかい、強いよやっぱり、でかいでかい。そしてティラギスは安心感あるけども、つけとこう、つけとこう、うん、そうしよう。あるかな、はいや大群あんな早いのか。あるかなはとりあえず次でマットグループにするわ。はい、くる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 、あぶねえ。漆黒の、あ、ハト増やすのありよな。だってこれつけ取ったっけさ、白ハトもう1は増えるんじゃなかったっけ。あと欲しい武器なんだっけ。いや特にそんな決めてないか。漆黒の翼つけちゃおうかな。なんか前回とほぼ同じような構成になっちゃうけど、やってみよう。あ、1話だけ、マジかマジか、あ、1話だけか、なるほど。でもしかしたらさ、前回さ、あのジェミにつけた状態でピジョーネをレベルマックスにしただけで破壊者に変わったじゃん。漆黒の翼も変わるのかな。あ、いや変わんないか。だって武器ボックスにも破壊者いるもんな。ちょっとやらかしちゃったかも。まあいっか、強いし結局。うん、じゃあ白ハットは取んないかな。だ取ったところで破壊者にはもう進化しないもんね、もうあるから。じゃあほうれん草、あともう一個武器何にしよう。ちょっとペンタグラムとかもいいなーって思うけど、いやいらないかな、ペンタグラムじゃないな。あ、だけどペンタグラムでどんどん経験値を上げれるじゃん。それができればどん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 、あー来てくれたわ。じゃあ行くか、ペンタちゃん。あー、ちょっと消えちゃうのもったいないけどね、まあ、最初は許してちょうだいって感じで、ちょっと一旦あれだな、ペンタ優先で、うん、レベル上げしていこう。どん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 レベルが上げやすいから、そうなるとこのスミスも強くなるじゃん。それを期待してちょっと作っていこっか。 OK、 じゃあまずはジェム回収しつつ破壊者を強くして、空白の書も欲しいしエリアも欲しいな。うん、やっぱ敵多いな。ソングオブマナ、うん、でそうだね、11分の時のアルカナでマットグループ取るんで、別に
あとででいいかな、周り取りに行くのは。ペンタグラム。うん。まずこれを、青いペンタグラムが連発できるようになるまで、早くレベルアップしたい。うん。そうしよう。そうだなぁ。あと、指輪も取るかな。呪いをあえて増やしたいよね。ペンタグラム。OK。いいよ。青ペンタちゃん。だから、どれぐらいになるんだろうな。あと、トロナーズボックス欲しいな。上げすぎか。それすると呪い上げすぎちゃうかな。さすがにそれは無謀よって感じでもあるかな。でも、試してみたいんだよな。だって、オタク最強なんでしょって感じだよね。月桂樹。いや、破壊者。うん。メイン武器が破壊者になってるから、破壊者を伸ばしたけど、結構隙あるんだよな、破壊者。で、それを補うように他の鳩たちが頑張ってくれればいいんだけど、ペンタグラム、OK。まだ4分35秒。まだまだ。こっからこっから。圧がすげえ。で、ラロッパーを全然レベルアップしないから、まだ全然威力を発揮してないね。破壊者。いや、損後マネしようかな。うん。身の回りを安全にしよう。さあ、カマキリ倒そう。早い。取っちゃおう。うん。はい。ペンタグラムナイス。消せ！オッケー。そして、破壊者。うん。回収！わあ、来るね、来るね、来るね。ああ、危ない、危ない、危ない。回収してきます。いや、月桂樹助かるわ。危ねえ。絶対これ月桂樹なかったらもう終わってるもんね。危ねえ。一旦止めよう。怖い。これで呪い 50% だもんな。トロナーズボックスでレベル9にしたら呪いプラス 100% でしょ。で、さらに、赤矢印つけてどんぐらい伸びるんだっけ、呪いが。結構伸びるよな。ペンタグラム。うん。で、ペンタグラムを進化させるには王冠がいるんだっけか。だから王冠はちゃんとレベルアップで取る必要があって、呪いのサポートアイテムは、マップ上にあるから、まあ、ソンゴムマナーを進化させるためにも後で取るって感じだね。オッケー。ああ、すごい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 。ああ、来てるけど取らない。これはホローハートあった方がいい。いや、変わんないか。あってもなくてもそんな。だってライフ上限9でそっから 20% 増やしたところでじゃん。だったら破壊者レベル8。来た。トロナーズボックス。はい。サポートアイテムを早く決めちゃいたい。ナイス。これで7分ね。そうね。とりあえず、ウェーブ的には、こっからはちょっと怖いか。いや、大丈夫か。うん。多分、狼男が来るぐらいまでは大丈夫だと思うんだよな。おそらく。はい。ナイス !3 連。クロハトちゃんも進化して。いよいよ。てかさ、ジェミニで増やした分の、赤ハト、青ハトはさ、これ別に強化できないんだもんな。一緒に強化されてんのかな？どうだろう？変わってる？なんかあんまり、ああ、怖かった今の！追加チャージ1個増加しちゃおっか。うん。そうね、あった方が安心する。いや、変わってないのかな、ジェミニで増えた分は。うん。さあ、ジェムがいっぱい。トロナにするか、引き寄せにするか。いや、引き寄せいらないか。うん。結局、ペンタグラムを進化させて、うん。勝手に引き寄せるじゃん。だからいらないか。あーぶねー、死にそう。あー、やばいやばいやばい。あぶないあぶない。でも、そもそもさ、ライフ上限が9でかなり少ないから、もう、すぐ、もう、HP は満タンになるんだよ。自己回復で。だから全然さ、肉とかはいらないんだよな。引き寄せ石とか、ロザリオとか、ドゥイヤとか。
そういうアイテムが欲しい。きた、ナイス。副車の輪っていらないよね。うん、いらないな。月桂樹。いや、孫悟空だ。うん。回収して、サポートアイテムを充実させたい。うん、ほうれん草。いやー、出てこねえなー、ラロッパ。うわー、違うなー、ティラギス。早くエリアとか空白とかが欲しいのよねー。うん。あ、ごめん。ダメージ数出してなかったね。ダメージ数出します。そうね、今のところ普通になぎ払える程度の敵しか出てきてないからまだ大丈夫。そして月桂樹、もうどんどん上げていかないと間に合わなくなるからね。まあ孫悟空マナーがあるから安心感はあるけどね。うん。でもう9分か。ナイス、取っちゃおう。これは進化に関係ないから。月桂樹もうレベル7。そうね、でもちょうどいいかな。うん、11分の時にマットグルーブ取って、ちょうどよくレベルアップさせていけるかなーって感じがするけど、なんか早く呪いを増やしたい気持ちもある。うん、呪いを増やして敵の数を増やすとすると経験値もたまりやすいじゃん。だから序盤のこの倒しやすい敵がいっぱい出てる間に呪いをもっと増やしてもよかったなーって思うんだけど、武器枠、じゃあサポートアイテム枠がもったいないから、マップにあるしね。だから早くサポートアイテムを決めちゃいたいんです。リロールとかしちゃおうかな。うん、結構できるし。さあ、副車はいらないんだわ。リロールするわ。オッケー、来た。空白にします。うん、オッケー。でまた引き寄せて、アイテム運いいね、やっぱり。それはいいよ。ナイス。してリロールあと2回か。これ歩かないように取っときたいんだよね、空白で。この宝箱は10分超えて出たんで進化用になってるんだよな。進化させられるものはないし、まあマットグルーブ待ちかな。そしたら OK。 ペンタグラム、俺は早くマットグルーブが欲しい。よし。だけどその前にサポートアイテム、いやー出てこねえなー、出てこねえなー。エリアアップと、なんだろう、もう一個アーマーとかつけたところでだよな。引き寄せ。うん、あ、そうだ、王冠いるのだ。危ね、王冠取ります。よーし、ナイス。そしてペンタをレベル8。 OK。 そして11分ってことでアルカナが出るのはこれかな。いらっしゃい、オッケー。ここでマットグルーブを取ります。マットグルーブが出てこなかった。リロール、出てこなかった。今さらゲームキラーはいらん。出た。そうだ、アルカナがさ増えてくるとさ、こうなっちゃうよね。欲しいやつがなかなか出てこないみたいな。マットグルーブ、よし。これで経験値回収がしやすい。いよいよあと1個サポートアイテムを埋めちゃいたい。出てこない。で、ウンドゥイヤがある。いや、取っとこう。使えるから。いやー、このウェーブすごい好きなんだけど、できればこのウェーブね、呪いを増やした状態で来たかったんだよな。フレイサーもいらないしな。ソングマナ。楽しい。このウェーブが一番好き。ヴァンパイアサバイバーズの中でこのウェーブが一番好き俺。気持ちいい。空白、うん、いいね。あー気持ちいい、気持ちいい。ナイス。で、回収回収。その宝箱は温存
しといて、スペルバインダー、スペルバインダーでもまあありなのか。いや、エリアでしょう。ラロッパにします。サポートアイテム何ある？あ、結構いろいろあんだな。ほうれん草あるな、拾っとこう。ほうれん草、あぶねー。ほうれん草は拾っちゃおう、レベル5。そしてフレイサーいらないし、ラロッパにして、翼もいらないでしょ別に。空白きた、 OK。 じゃあ取ろう。これでソンゴブマナレベル7。よし、じゃあこれで待ってね、ソンゴブマナにする。そしてロウソク、めっちゃいけんじゃん。王冠、そして呪いを取る。呪いを取ってる状態で、はい、多分これで進化 OK。 もう安心でしょ。ゴージャスムーン、さらに進化するよな。ソンゴブマナがまんないや。いや、もうこれ安定です。よし、じゃあこうなったんであれば、もう全部サポートアイテムを拾っちゃおう。もう拾っちゃう、もう指輪も全部。よしよしよし、取ったよな全部。取れてるか。メタリオライトじゃなくてろうそく、あれ、あ、あるよね。あー、水ライトあるある。あとクローバーもある。はい、あれもしかして俺今さ、金の指輪捨てちゃった、捨てちゃったかな。あー、うっかりやっちゃった。まあだけどいっか別に。うん、早い、もう倒してる。すごいすごい強い。今レベル52で、威力が 118%、 速度プラス 23%、 持続73のエリア83、クールダウンマイナス48で結構いい感じ。あ、本当にこれは最強キャラかもね。呪いを増やします。うん、もっと骨がある勝負しようや。あー、やっぱりそっか、指輪俺捨てちゃったか、もったいない。金の指輪で呪いをもっと増やしたのにな。呪いをまあ爆上げはできるかな。そうね、トランスボックスもあるし。 OKOK、 こっからこっからこっから、かかってこい、トロナ。かなりの量が来てるけども関係ねえ。スコロマニアックで呪いを増やします。まだこいつらは全然倒せるからね。うん、今のうちに経験値を稼ごう。トロナで、さらにリミットブレイクもねできるから。エリア、ラロッパ、ラロッパマックスレベルまで持ってって、愛のカゴはまああってもなくてもって感じやな。よし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 、かかってこい。黙っててもいいがやね。王冠しよっか。さらにロザリオ、いいよ。でクールダウンもどんどんね、レベルアップすることに速くなるからかなりでかいよ。ってことで、このペンタグラムの進化のゴージャスムーンだっけ、これも頻度が速くなると。 OK いいぞ、王冠。そして呪い、そして王冠、いいんじゃない。わあ、そっか、ジェミニーつけてるから両方向に打てると。でエリアも広がってるからかなり大きい。気持ちいい。あー、楽しい。ヴァンパイアサバイバーズ楽しいな、本当。神ゲーすぎるよ。もう本当に値上げしてほしい。もう追加で料金払わせてほしい。四国翼でどうしようかな。宝箱は別にもう何にも、あ、いや、そっか、あれだ、月桂樹を進化させたいんで、早いところ、うん、あの矢印をマックスレベルまで上げたいんだよね。頑張っていこう。あれ、今どんぐらいだったっけ。ああ、全然だもんね、まだまだ。
わかった。消えろ、回収。そしてメタリオライト。敵の量はかなりすごいけど、うん、大丈夫、大丈夫だ。いけてるいけてる。このデカオオカミ男も近づいてこれない。そう、マンナイヤがあるからね。これ強いよな。マンナイヤってそのサークルに入ったら敵の動きが遅くなると、でその隙にこの破壊者で倒しちゃうっていうね。これ強いわ。そして回収。強すぎる、強すぎるよ。呪いをレベル5かかってこい。で指輪は後でいっか。翼で、トロナ、トロナ、いいよ。で矢印は優先的にどんどん上げていきます。だいぶね、その落ちてくるその家具、ラドッパの家具もでかいし、いいんじゃない？安定だな。オッケー。これ放置してもいけそうだね、とりあえず。で16分になるんでマッドグルーブも発動するし、オッケー、回収もする。トロナレベル8、メタリオレフト、ライト、翼、マットグルーブ、そして回収。強い、強すぎる。トランスボックス、いやーちょっといいかな。プラス 100% はいきなり急すぎる。いやーでも行ってみよう。はい、呪いがプラス 100% 増えましたってことで215。どうだろう、耐えれてるよね。うん、大丈夫、戦えてる戦えてる。近づいてこれないよね。うん、大丈夫だわ。オッケー、回収。そしてメタリオライト、レフト、ライト、指輪にしよう。うん、よーし、いっぱい上がってる。レフトレベル8で17分か、余裕だな。さすがに足は速いね。うん、外側からやってくるの足は速いけど、マンナイヤのこのサークルに入れば大丈夫だね。うん、取っといてよかったわ、マンナイヤ。そして回収、ライトレベル7、レフトレベル9マックス。あとはレフトだ。さあ、さらにゴージャスムーンでいらっしゃい、レベル8。そしてうわー来ない。指輪、あと1レベル、あと1レベル上げさせてくれ。そうすれば月桂樹を進化してもう完全に無敵になる。あ、でも待てよ、なんないか別に。だってさ、あの月桂樹の進化のあれが何がすごいって、どんな攻撃を食らってもダメージを10にしてくれるってやつなんだけど、このスミスはライフ上限17だから、2発食らったらもう終わっちゃうんだよ。あて考えると別になのか、どうなんだ、このスミスにおいては別に月桂樹進化させたところで特に大きな変わりはないのか。いや、わかんない、どうなんだろう。まあとりあえず進化はさせようと思うけどもね。うん、さ、分類を取って全員燃えちゃえ。そして消えろ。あー、すごい。あれー来ないな、コロハート。来ました、ライトレベル9マックスってことで取ります。これで進化クリムゾンシュラウド、受けるダメージの条件を10にすると。そうだよねー。でチャージがなくなると報復するって書いてんだよ。つまり攻撃を受けたら爆発するらしいんだよね。まあだからそれがあるから、まあ強いか。 OK、 とりあえず全員燃やさせてもらいまして、うん、回収もして、あ、もういつの間にかもうレベルも98か。 OK、 99でしょこれで。あとはもう何でもいいからバンバン上げていこう。でさらにリミットブレイクもしたいもんね。何でもいい、何でもいい。だからもう宝箱も取っちゃおうか。もう進化するものはありません。 OK、
はい、進化もらっちゃう。うわーすごいすごい、量がすごい。 OK、 はい、3連ナイス。運気もどんどん上げて、引き寄せ石とかあるけど、まあでもね、結局ね、ペンタグラムの進化でね、全部持ってこれるからな。はい、全部上げていこう。ふぅ、すんごい来てるけど大丈夫そうだね。はい、レベル9 OK。 じゃあこっからは、リミットブレイクになっていくんですが、どうしようかな。もうランダムでいいかな。ランダムオールウェイズでいきます。よし、いっちゃいな、やっちゃいな。すげえ、もう放置でいけんな。宝箱取っとくか。うん、はい、お金ね。で、21分になったらアルカナがもう1個もらえるんだけど、何しようかな。うわーすごい強がってる。素晴らしい素晴らしい、これは最強ですよ、最強キャラだから。もうアウェイクはいらないし、なんだろうな、とりあえずジェムは回収しとこう。ジェム回収して、はい、リミットブレイク。すごい強すぎる。あー、ちょっと悔やまれんのはね、金の指輪欲しかったな。金の指輪をつけてたらもっと呪いがすごいでしょ。今呪いが 240%。 いや、もっと上行けたんだよな、もっとすごい景色が見えたんだ。うわー悔しい、操作ミスだ。で、そう、アルカナね、今さら何が欲しい。もう全てを手に入れてるよ、何もいらないよな。まあ入れるとしたら、なんだっけ、幻想の風ガルーだっけ、あのエリアが、うん、変動してくやつ、あれがあってもいいかなぐらいかな。はい、回収。で、さらに宝箱あるけど、お金になるだけ。うん、で、21分になるじゃん。で、出てくるボス、ボスがどこだ、どっかにいるはず。どこにいるの、全然見えない。あ、あいつか、あいつだわ。うわすごいな、なんか一気に。はい、で、これでアルカナ、さあ幻想の風ガルーにしよっかな。で、そっか、もうリロールできないんだ。あ、じゃあこの中から選ぶ必要があって、ゴールド、ディスコ、わー、なんかどれもこれもだな。だったらもうゴールドディスコでいっかな。うん、さらにもう意味わかんない画面になっちゃうけど、これでいこう。うん、ってことで、コイン袋を拾ったら、フィーバータイムが入ります。多分フィーバータイムがさ、収まんないんじゃない。そう、フィーバータイムになったら、あ、ま、これもうダメージ表記外します、無理だ。はい、そう、フィーバータイムに入ったら、敵を倒したら、そのフィーバータイムが継続されていくみたいな、そういう感じなんだよね。全然ないじゃん。あ、来た、どうだろう。あー、でもやっぱりこのお花軍団は耐久が結構あるから、なかなかかな。はい、すごい。あ、フィーバータイム終わっちゃうか。そんな大群で来ないもんな。てか、まあ、倒せないもんな。まあ、いっか。うん。そして、回収、回収。OK。あー、もうすごい。もう言葉を失ってるわ。どうしよっかな。もうほぼ放置でいいもんな、こんなの。もうかなり画面うるさいけど、久しぶりになんか雑談でもしましょうかね。結構ここ最近のパートではさ、あのアップデートがいっぱいあったりして、まあ、それの紹介とかもあったりしてお話とかね、できなかったんだけど、もうこれは完全放置でいいもんな。じゃあどうしようかな、何の話をしましょうか。話をしたいなーって思って今話し始めてんだけど、いやー、ずっと家に引きこもって動画を作る毎日でさ、刺激がないのよね。ってなると、すなわち何かおもろい話、最近なんかおもろい話あったみたいなのが何にもないのよ。
びっくりするほど。だしご時世的にもね、外出はしたくないし、だからさ困ってます。最近見た夢の話でもしよっか。もういよいよだよな、夢の話なんかしたら。いやあのね、最近見た夢の話はね、妻とバイキング、あのビュッフェに行く夢を見たんだよ。いや久しぶりの外食だって、もう夢の中とは気づかずにすげえ俺テンション上がっててさ、わあこれも美味しそう、あれも美味しそうって感じで、もうプレートにいっぱい入れてくわけよ。でもう普段は全然ときめいたりなんかしない冷ややっことかも、なんでか夢の中の俺はときめいてて、冷ややっこなんかあるじゃん、やったーって感じでプレートに乗ってて、さあ食べるぞって席に着いたところで起きました。もう最悪。これからやっと食べれる久しぶりの外食だって思ったら、もうね、まあ夢の中だったけど食べれなかったわ。夢の中でぐらい食べさせてくれやってね、めっちゃ思いました。はい、以上。マジでこれぐらいしか夢見てね。いや俺ね、夢ねすぐ忘れるんだわ。なんかちゃんと覚えるタイプの人いるじゃん、俺違うんだよ。もう夢見てもすぐ忘れる。しかも俺が見る夢はね全部白黒なんだよ。これ確かさ男性女性で変わるんだっけ、違ったかな。フルカラーで夢見れると羨ましいなと思うけど、怖い夢見たらすげえ怖そうだから、まあ白黒でいいかって感じでもあるんですけどね。はい、どうしようかな。そっちじゃない夢の話しようか。そう、あの将来の夢の方、皆さんのねちっちゃい頃の将来の夢は何でしたか。僕のね記録に残ってる一番古い将来の夢は、幼稚園の時のなんか卒業記念の何かに書いてあったカメラマンっていうのが一番最初の将来の夢だったんだけど、いやこれがね別に写真撮るのが好きとかそういう話じゃないんだよ。その当時ちょうど親父がこのカメラもう使わねえからお前にやるって感じでくれたカメラがあったんだよ。で男の子なんてさそういうメカメカしいもん大好きじゃん。だからそれ持ってもうすげえテンション上がってさ、もうひたすらもういじくり回して、もうファインダー覗いてもうパチ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 シャッター切るんだけど、もうフィルムなんか入ってないから何の意味もないんだよね。でもそれが楽しかったんだよね。まあ、そんな感じでそれが一番最初の将来の夢と。次の夢がなんか小学校ぐらいの時に漫画家だったんだよな。もう単純な話だよな、これも漫画読むのが好きだから漫画描くのも好きみたいな、そんな感じで漫画家ってね描く子は多かったよね。そんな感じです。でそっから先は明確にこの仕事がしたいっていうのはなかったんだよ。だけど絶対に決めてたのは自分が興味のある仕事じゃなきゃ嫌だって思ってた。もう親父からはね安定の公務員になってくれて、もうちっちゃい頃から言われてたけど、いやだ俺は人生冒険したいんだってすっげえ思ってて、だから、まあ、自分が興味のあること、まあ冒険とは言わないけど、まあ自分の興味のある分野、まあだからそれってつまり美術系なんですよね。だからまあアーティストとまでは言わないよ全然、うん、そんなすごいことは言わないけど、そのデザイン会社に入るとかそういうね何か自分の興味があるものに携われるような仕事であれば何でもいいかなとは思ってたんだよね。で今現在こんな活動してるわけで、この人生何が起きるか分かんないですよね。いやーそうなんですよね。まあ昔普通に働いてたんだけど、あの就活時代とかもね普通にあったのよ。あの自分が興味のあるものしかしたくないと思ってたから、何でもかんでも受けてはいないのよ。ちゃんと就活した会社は2社しかないんだよね。でその片方に入ったんだけど、そのもう片方の方は落とされたんですよ。うん、結構ね倍率が高かったんだよなそこ。まあどういう会社かはまあ一応言わないとくんだけど、まずそこの説明会行って言われたのが稼げるよって。ああマジかーと思って、しかも興味があるところだし。だけどやっぱり倍率高いんだよ、うん、100人以上はいたんじゃなかったかな。でそこの就活をしてる時に偶然昔の友達と再会するんだよ。うわめっちゃ久しぶりって感じで、お互い頑張ろうねって感じでね、で頑張ってお互いさその試験受けていくわけだよね。グループディスカッションとかやったりとか面接受けたりとかね、いろいろして、で俺は最終の一個手前で落ちちゃったんだよ残念にも。うわマジかって思って、で俺はそのもう片方の方の会社に入るんだけど、時間を空けて思い出すんだよね。ああそういえばあの会社の SNS なんかフォローしたなって、その就活用にね覗いてみたんだよ。そしたら最終的に受かったのは3人ぐらいなんだよ。その中にその友達いたんだよ。悔しかった。いやなんか結
結果的にその入った方の会社で全然いいと俺は思ったんだけど、悔しかった、めちゃくちゃ悔しかったまあ入んなくてよかったんだけどね。多分その会社に入ってたら今の俺はいないんだよ、うん、今この活動してる俺はねいないと思うんだよねって思うと、まあ今はね楽しく暮らせるしこれでよかったんかなとも思うんだよね。だけどその当時の俺はめちゃくちゃに悔しかっただってさ、知らない人が受かるなら別にいいよ、知ってるんだもん。なんか友達のねこの上下の差なんかないところで上下の差がなんか作られたような感じがして、すげえなんか悔しかった覚えがある。まあでも自分が人事だったら確かにあっちを取るかなとも思うわ、うん、だってそいつはさ爽やかで社交的で声が大きくて身長高くてがたいが良くてもう野球部で、こんなもんもう新入社員として欲しいような逸材じゃん。いやーそりゃそうだよなとも思うわ。まあそういうこともあったりするんで、就活生の皆さん頑張ってください。そして友達を恨んではいけない。さあそんな話をしていたら29分、残り1分でこんな感じ、すんごいことになってる、もう意味がわからない本当に何これ。ちなみに今どんな感じなの、レベル221で、威力プラス 254%、速度159、持続時間が 249%、 エリアが 279%、 クールダウンがマイナス 90%、 素晴らしい。呪い 240%、 うん全然いけてる。てかもう敵の姿がもう消えたもんね、一切見えないじゃん、いるの。てかあこの周りにあるこのアイテムの量もえぐいからもう全部取っちゃおう宝箱もある、3連いらない、無駄まあ別にいいけど、お金になる、はい、まだある、あーありがとうございます。だけどお金はもう十分なんでーす。お金、うわーはいはい、全部取っちゃいます、全部取っちゃいます、オッケーレベル205まだあった、どうも、はいお金、いやーもう意味がわかんないよ、どうなってんの、あまだあんだ宝箱、一応拾っとこっか、はいどうもでーす。あーもうさらにうんどいや取ってるらしいけどもすごいねこれはい3、2、1、以上、うんこれで終わりです。死神来てんのかな、死神来てるっぽいけども見えない、姿が見えない、全く分かんない、これどうなってんだ、いる、てか俺のことをちゃんと攻撃してる、ああれか、月桂樹の進化取ってるからなかなか倒せないのかな。いやすごいだスミス、えだってさ別にさクロックランセットもう取ってないからやられるはずなんだよ、え倒してるの、ちょっとダメージ表記出そっか、よくわかんない、あえ死神今そんなにいっぱいいんの、いやいっぱいは いるわけないよな、まだ30分だし、どうなってんの、え倒してるの、ゴールドディスコ、でもさ、死神さ、結構四方八方から飛んできてるじゃん。え、つまり倒してるってことこれ。倒してるのか、あ、倒してるっぽい。え、すーご。いや、こんだけね、強くて最強キャラのスミスだったら、あの白い死神、倒せるんじゃないの？さあ、来た。あー、やっぱりそれは無理ですよね。分かってました。いやー、でも、すごいもの見れた。以上。はい。ってことで、激弱キャラかと思いきや、最強キャラだった、ゴーストのスミスくんで、呪いを 240% まで上げて、狂乱の森ハイパーモードクリアと。素晴らしい。うん。で、一番貢献してくれたのが、意外にも、ラロッパ。まあ、そっか、最後の方でかなりすごかったもんね。まあ、ペンタグラムかなと思ったけど、ラロッパなんだ。じゃあ今回はこれで終わろっか、もうあんなもん見たらもうこれ以上なんもないよって感じで、さてどうしよっか、
とりあえずアップデートは落ち着いたのかな、バージョン 0.10 までいって。うん、だからアルカナの回収とかもねやりつつ、ちょっとね最近ちょっと思ったんだけど、今ってそのパワーアップしてるから結構余裕でクリアできるじゃん。このパワーアップを全部外してアルカナだけは残して、それで挑戦したらどうなるか、それを試してみたいんだよね。だからそれをまた今度やってみようかな。 OK、 じゃあ今回は以上です。いやー意味わかんなかったな。